して失恋中の君、このビデオはそんなあなたに愛のメッセージを送ります。ここに登場してきた一人の美女、君の寂しさをマリノちゃんがきっとこのビデオで慰めてくれると思います。さあ君も準備をして、マリノちゃんはもう君のものだ。 あれなんだ、やっぱりオークションだったの。HKS のジョイントホットマシン GTS-R が帰ってきた。R の方が、3ナンバーを取得しまして、戻ってきました。で今日やたべてね、久保ちゃんに、乗っていただいたんですけど、どんな感じでした？まあ、2.4 リッターにね、排気量アップしてるんですけど、その辺の感じはいかがでした？あのね、すごく乗りやすい。あ、そうですか。あの低速からも使いやすいし、ノーマルの R と比べて、2リッターの R と比べてどうですか？ノーマルだからもう、まあ、乗ってる人なんかよくわかると思うけど、低速がね全然ダメだと思うんだけど、はい、これは本当アイドリングからでも十分使えるし、渋滞なんかでも全然苦にならない。で基本的に矢田部スペシャルということで、311キロ出した時と同じエンジン仕様なんですけど、上の方のパンチ力というのはもうね、それはね4000を超えてからもう急激なんだよね。だから、まあ、タイヤが追いついてないっていうのもあるんだけど、逆にそのホイールスピンにしてくれて、あのパワーが逃げて駆動系なんかには余計な負担かかってないっていう感じもするけどね。うん、まあ311キロ出した時から同じノンオーバーホールでここまで来てるんですけど、うん、その300キロね出した時も6周ぐらい続けて回って何でもなかったしね、それがだから今そのまま使ってるってことはもうすごい耐久力あるよね。で全然、街中飛ばしても壊れるような心配ないしね。スカイラインどうですか？スカイライン自体はあんまり好きじゃないけど、まあ、このくらい走ればすごい気持ちよくていいかなっていう気はするけど。まずエンジン本体なんですが、ボアストロークアップしまして 2.4 リッターに排気量アップしまして、であとフロントのラジエーター全部に、HKS さんのね、インタークーラーを、
フルは2枚重ねですね、スペシャルを装備しまして、であとタービンの方はギャレット製 T-04S ですね。排気量の方は 2.4 リットル、これがそうですよね。そうです、通称 2.4 リッターって言ってますけど、正確には 2348cc になります、はい。クランクの方のストロークが76mm、ピストンの方がスタンダードサイズで 81mm のものを使ってます。なるほどね。その排気量アップというのは、はい、基本的には車自体は最高速トライをした車ですけども、まあ、このキットを使っていただいたお客さんはもう分かってると思うんですけどね、はい、非常に低速トルク、2リッターの気筒でスカイラインのボディだとトルクがどうしても細いんですよ。その辺を補ってあげたいっていうのがこの商品自体の、企画段階での狙いですし、この車の車検申請に関してもそれを狙いにしてあります。排気量アップに伴う変更点っていうのは、そうですね、これもエンジン自体は最高速の使用の時のままですから、はい、タービンを TO4S、ですね、はいはい、それとインタークーラーをこれワンオフなんですけども、はい、スペシャルサイズのもの、それとマフラーだけがね最高速とは違って100倍から75倍のうちの製品のものを使ってます。このタービンの一番の特徴というのは、そうですね、ギャレットで今内から発売しているタイプでは、最大風量を持っているタイプだと言えます。でこのタービンをね、やはり回すにはエンジン自体の力が相当ないと、はい、オーバーキャパのタービンになってしまいますので、はい、まあいわゆるパワー重視のターボチャージャーということですね。なるほどね。一番苦労したエンジンで点というのは、そうですね、やはりセッティングです。でセッティングっていうと今まで僕たちがやってたセッティングっていうのは馬力を出すだとか、はい、壊れない、そういうセッティングになるんですけども、はい、今回の場合はどうしても排出ガス規制っていうものがありましたから、それをクリアさせるための、セッティングがどうしても必要になるわけですよね。でそれを、うちの F コンを使って、ロムを使って、やったと。僕の左曲がりです。左とか言われてももう間に合わないの。風景に合わせて、時間に合わせて、6連装 CD マガジンを選ぶ。デジタルサウンドが加速する。CD がシーンを語り始めた。パイオニアエクストラカーコンポーネントカロッツェリア。アメリカからトラックマシンが登場。このド迫力普通じゃないぜ。今までのコルベットは
メガチューンの5700ベースの、350っていうエンジンだったんですけど、 この場合は今度下から速いように、国産のツインターボが速いので下からもっと速くするためにトルクを稼いで427というシボレーの7リッターの最強エンジンを積みました。それによって今度上での安定性も、あの空気抵抗がいいので、まあ多分8秒出ると自分では自信があります。ただ一番怖いのは、あの止まるのがパラシュート一つなのでね、それが止まらないからどうやって止まろうか、それ今悩んでるところです。ですか、クラッシュしまして、一応ウィニングランが最終戦だと思うんですが、まあ、一応試しに走るって意味で、まあ、一応記録的にはまあまあのタイムの10秒160というタイムの結果に残したんですけども、また今年初っ端からある程度かけていくんで、皆さんどうぞよろしく応援してください。国産ファニーカーにも注目、フレーム足回りがオリジナル。チームドーターはなんとギャルズドライバーで挑戦。はるばる北海道でシェイクダウンテスト。荻原優子です。乗った感想はと言われてもまだまだ全然わからない状態なんで、できるだけこうまともに走りたいと思ったんですけれども、まだまだ勉強していくつもりでいます。目標は一応チームのみんなが納得していただけるタイムが出せたらいいなと思います。そして大観衆を迎えた5月4日5日の第2戦。この車の説明といいますと、エンジンはシボレーの V8 で、あと足回りはリジットのサスです。タイム的には9秒台狙いたいんですけど、とりあえず今回がシェイクダウンなんで頑張っていきたいと思います。ゆうこちゃん残念ながらエンジントラブルでトラックの人となりました。今年で VG エンジンも2年目を迎えまして、でみすずレーシングさんの方からも、また今年スポンサーをいただきまして、大変感謝しております。やっぱり 2年目っていうことでもあって、やっぱり VG のエンジンの煮詰めっていうのもほぼできてきたんですが、なんせインジェクションでありまして、ガソリンの煮詰めの方がなかなかうまくいかないで、
ちょっとトラブル続きで悩んでおります。まあ、今回をきっかけにまた、シリーズチャンピオン3回取った実力を発揮してですね、なんとか、頑張って、9秒台を出して優勝していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。この日のためにアメリカからは5台のドラッグマシンとドラッグバイクがやってきた。いるいる、かわいこちゃん。そうそうたるドラッグレースのスタッフ、一応金髪か。この体といい風貌といい、やっぱアメリカはすごいじゃん。電話番号教えて。あとはただそのモンスターぶりをじっくり見てくれ。Most difficult thing here will be there won't be as much rubber on the track as we're used to. This is a beautiful racetrack, a beautiful raceway, and it looks like a really nice day. We plan on some fast times here, even though we're. Thank you.
this. To see if we'll keep from smoking the tires, and then we'll try to go, you know, a little faster. またまたハワイロケ観光、アイちゃんとミエちゃんはランドヨットに ATC、 そしてパラグライダー。後ろの人たちはなぜか潮干狩り。ワイキキのハマグリはうまかった。第5回グランパスクラブ、4ヶ月ぶりの森田愛子です。そして3ヶ月ぶりの石井美恵です。はい、そしておまけの大ちゃんです。はい、早速投稿ビデオ行ってみたいと思います。見よう。まずはニューゼットの直送ビデオから。これがニューゼットか。車より僕は女の子の方がいいな。右上の星印が特典だよ。
の毛で何これ中原久明です、名前は田中ですちゃんと上の方撮ってくるよ今度外側から攻めてみたいと思いますシュートダウン二足に見えます急激なK26 インターボ普段ないのにインタークーラーステッカー 2.2 リッター 0.0 なんと人妻の幸恵さん 3AU ターボを壊してついに 4AG ターボ松原真っ青下がった後ろ下がったWhoa!
から交換したいって。私は。お待ちかねグランプリの発表です。今回は賞金がなんと10万円になりました。それでは発表してください。チームフェニックスの松村英二さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。次はみんなが気になる足回りチューンです。前後ね中途半端で終わってしまってクレームがこんなにたくさん来てしまったの。こんなにたくさん。それでは峠仕様の86と92じっくりご覧ください。どうぞ。絶対楽しい 4AG FF でも FR でも足回りが肝心とかなんとか言っちゃって。モーターなんですが、これがノーマルに比べまして直径で30ミリ、厚みで約5ミリのオーバーサイズになっております。オプトホットマシンにチョイスされた92、なんとブレーキはグループ A も真っ青なロッキード製ブレーキ、ブレーキだけでも50万以上。サスはマインズ製車高調整式ユニット、超マルキン使用車、サーキットが楽しい。ロム式でないコンピューターをですねロム式に変更して、まあ、今回はスポーツマフラーに、合わせた、年長、点火時期、レブリミッターの解除、スピードリミッターの解除をしてですね、用意しました。グリップ重視の足回りセッティングはタイム重視派には注目。ジャムレーシングの山沢です。この車の仕様はエンジンが 5AG で、ハイカムシャフトが入りエンジンパワーは170馬力くらいあります。で足回りは、ジャムオリジナルスペシャルプロキットピロボールを対応しております。ミッションは、クロスミッションが入ってます。86のライバルとして92を乗ってもらったんですけども、どうですかインプレッションの方は。
オーバースピードで入ってハンドルをこうクッと切ると、あのリアがこう流れて、あのコントロールしやすくて非常にいい足回りだと思います。あ、そうですか。ブレーキ関係も結構ロッキードなんか入れてるんですけども、ブレーキはどうですか。ブレーキもですね、踏み加減によるコントロールがしやすくて非常にいい感じでしたね。あ、そうですか。走り方なんですけども、やっぱコーナーの手前である程度リアを流して、で向きを変えて、加速させるような走りすると結構 FF 楽しく。あ、そうですか。次はオープニング曲ワンナイトボーイを歌っていらっしゃいますキャンマリーさん。はい、キャンマリーです。そして隣が作曲を担当されました中島裕貴さんです。はい、中島です。よろしくお願いします。こちらのワンナイトボーイは4月の25日に発売になりました。LP と CD ですか？それのタイ、LP CD と、LP CD、とテープも出てます。はい、それの、タイトルはキャンマリー、I was born in 沖縄の中に入ってる、はい、沖縄生まれです。タイトルでっていう感じで二画目にドーンと出てきますね。ワンナイトボーイって結構ね、LP こう作ってる時にすごいなんか曲がね足りなかったんです。あと2曲ほど行き詰まっちゃって、ゆうきと一緒になんかレコーディングスタジオのねこうちょっとした15分ぐらいの、ね、休みの時にこういう風に作ろうかってバッと出ちゃった曲で、ふと全然メモがもない曲っていう感じでは軽くできちゃったんですよ。ね、シーモナって一生懸命バッとつけてこんなメロディーいいじゃないっていう結構イメージがね、だから録音で歩いてて神に一緒にして、こういう感じで会えてまして、できちゃったんですよ。でもすっごいなんか楽しくて、ライブで今歌ってるけど、すっごい楽しくて。ノリノリの曲なの？ノリがね、結構ポップなんですよ。私のライブって結構ハードな部分が多いけど、この曲に関してはポップで、すごいなんか軽くて、楽しくて。そう、横ノリで。見張りしたかったとか言って。だいぶ削られてた。結構可愛い曲。それからあと映画の方なんですけれども、映画は A サインデイズ、こちらはマリーさんの自叙伝なんですね。A サインってアプローブっていう英語の A っていう頭文字から来てるんだけど、キャンマリーの精神っていうのが2年ほど前に出まして本があるんですよね。各高校の図書室に置かれているっていうすごい本なんですけど、その中のちょっと少しの映画になってます。で、沖縄の、本土復帰前、ベトナム戦の頃、その中で戦ってたロックミュージシャンのストーリー。中島さんもしっかり出ない。中島勇気は出ない出ない出ないでも沖縄ロックミュージシャンっていうか、今生き残ってるっていうか、A社員の頃のロックミュージシャンほとんど、まあ、代役ですけどね、私たち本人は出ないんですけど、私の役をやってるのが中川杏奈さん で、あと代役がいて、私は主題歌だけです。そうですか。コンサートもいろいろ回られるんですね、これから。LP は5年ぶりなんですよね。だから結構ライブはやってるんだけど、全国ツアーっていうのを今回も本格的にやりたいんで、結構できます。ね、大きなところで日比谷の野音をね、4月9日で。あ、そうね。日比谷の野音だったらね、東京の方は皆さん、ね、そうですね。そうですね。ぜひこれからも頑張ってください。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。毎度お探しの夜の覗きシリーズ、今回は噂の筑波山に潜入。相変わらず変なノリのレポーター丸和さん、こんばんは。3ヶ月ぶりのご無沙汰です。今日は、パープルラインに来てしまいました。ここが缶コーヒーで有名な岡田屋前です。こんばんは。こんばんは。ずいぶん派手なランタボですね。ねえ、どうしたんでしょう。これはこれは自分で塗られたんですか。
違います。当然違いますね。どうですか、なんかここ巷じゃ随分危ない運転をすると言って評判ですけど。当たり。あなたもランタボですか。はい。あ、そうですか。危ない運転はしないんですか。いや、そんな危なくはないです。あ、そうですか。危ないと言いながらこの手は何でしょうね。相当凝ってるようですけども。いやいやいや、車の方はどのような。いや、足回りだけなんですけど、スプリングとショックと書いてあって。あ、そうですか。じゃあここのコースは結構走りやすいと。っていうか前持ってた車で修行を結構積んだんで、結構パワー上がったからそれなりにペースは上がってると思うんですけど。そしてその車はごまめしたのでこちらになったと。いやいや、すごい車で今日は来ましたね。いや、全然すごくないですよ。ちょっと峠来るには珍しいと思いますけど、これでこういうの走っててもいいんじゃないかな。そうですね、攻めてます。まあ多少。こんばんは。今日はパープルライン走りに来たんですか。いや、パープルじゃなくて朝日です。あ、どうも。前の。あ、失礼しました。これはブリスターフェンダーですね。外観だけなんですよね。外観だけ。ええ、あ、そうですか。エンジンはじゃあやってないノーマルで。足回りもノーマルです。あ、そうですか。じゃあもう行き着くところはごまめ一直線と。いえいえ、とんでもない。皆さん、今日は何しに来たんですか。走りに来ました。走りに来た。おー、これからどこ行くんですか。今夜は帰りたくないそうです。どうも、ごちそうさまでした。すごい綺麗な女の人が2人乗っています。皆さんにお見せできないのは残念です。スカートも短いです。ちょっと、この足が綺麗ですね。皆さんご覧になってますか。パープルでこんな美女に会うとは思いませんでした。それでは普通の会社員としやくんのジーパンに穴は開いてますけど早いです。パープルのズバリ走り方を一言。そうですね、やはりツッコミと立ち上がり重点において走ることが早いことだと思います。ズバリパープルの走り方。そうですね、やっぱり車のパワーだけあっても速くは走れないっていうか、自分の車も通定時なんで時代遅れになってきちゃってますけど、なんとか腕はまだですけど頑張れば誰でも速く走れると思います。ここつくばは、通勤ラッシュに見舞われてます。上がりも下りも通勤ラッシュ、これが某茨城県の峠道だと信じられるでしょうか。実況中継を終わります。なぜか突然の水着なんですけれど、これは今日のゲストへのサービスだそうです。いや、今日のゲストは TBO の木口さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。なぜ TBO の木口さんかと言いますと、このバックのね、ハワイ、夏で、ボルネビルです。
キスタンボンネビルに何か挑戦することが決まりまして、僕も嬉しいんですけども、あの車は何に決めました？そうですね、まあ、今までのデータ出てるのがちょっとうちの方ですとね130なんですね、 130Z でやりたいと思いますね、内容はどんな、今まで日本でやってたみたいな内容ですか、エンジンとかなんかは。そうですね、エンジン的には圧縮の方ちょっと変えまして、距離がちょっと長いですからね、圧縮を変えて、あと熱がかなり僕熱いですから、今までのツインターボから今度シングルターボに一応切り替えてやろうと思ってますね。そうすると大体目標キスタが出したいスピードとかそこら辺はどのくらいの位置を。そうですね、やっぱ日本ですとね、外気温の問題でいつも条件のいい時だけ走らせてもらってますから、ただ向こうはかなり厳しいですね、熱の問題で、まあ、一応日本から行くからには日本男児として200マイル320キロ、そうです ねやりたいですね、まあ最初だからね、まあ、僕らが300キロでもいいと思うんだけど、やっぱりねやる方としてやっぱ200マイル行きたいですね。そうですね、一応、代表みたいにして今回行きますからね、やりたいですね。まあそれで一応ね乗るのはね、岸さん怖いって言うから僕が乗りますから多分ね、まあ、ずっとクオリファイからずっとやって、まあ5回ぐらい走るんじゃないかと思いますけども、毎日1回ずつね、そして320は僕は出ると思うんですけどもね、本当は僕はもっと上狙ってます、はっきり言って。お願いしますよ。わかりましたメカの方はね、やっぱもううちもかなりのキャリア積んでますのでね、まあそこそこはいけると思うんですけどね、まあやってみないことにはこれだけはね、まあやってみましょう。そうですね、頑張りましょうさてプレゼントコーナーです。今回は最新のオプショングッズをプレゼントします。いっぱいありますからね。まあなんだかんだとプレゼントがいっぱいあるんですが、これは極めつけ、黒の水着のプレゼント。お前が着てどうすんだよ、ステッカーだよステッカー。もう一つ可愛い暗用プレゼントじゃなくてソックス、そしてなんと使用済みが当たるかも。キットボーイにグランパスが来た。そうよ、全国各地をお騒がせのグランパスエキスプレス、6月は九州地区、北は北海道、南はどこまでも全国を走ります。グランパスグッズのお求めはこちらで。それではまた次号でお会いしましょう。バイバイ。というわけでここはワイキキビーチのホテルの一室。なわけないだろう、何なんだろうねこの汚い編集部は。さあヘアピンです。ビスコでのまさかのエンジントラブルに泣いた松原、修行に筑波サーキットにやってきたが、ブローバイが外れただけです、大丈夫です。見よこのざまだ、アビーロードの鈴木メカ、ごめんなさい。またつくまでピストンを動かしてしまいました。大ちゃんはね、度胸いいからね、この一番外を走ってってそのままバンクに入っていくんだけど、はい、ここはね、いきなり角度が変わるから、200キロ以上で出てるとちょっと危ないからね、バンクのとこにもやっぱり黄色いラインがあるんだけど、それをまたぐようにして、だんだん上に登っていくようにしていけば、じゃああんまり無理な操作しないで、そのまま自然に上がって上に上がる感じですか。そう、一番外走っていくといきなり角度が変わるから、ちょっとそこで驚くかもしれない、だからそれはやめた方がいいから。みんなに見送られて、松丸さんご無事でね、死ぬなよ。さーてバンクです。
かなかこれ面白いな。松原用セッティングで年長は濃いめ、最高速237で鈴木美香も一安心。バンクの真ん中から踏んで見たんだけど、もっとバンクの入り口から踏まないと回転数が伸びない。本当に排気温度が、875度、で水温が100ちょっとで、空気圧が1。そこをな、シャチの場合は3で入ってくるからいけないんだよな。あ、このきついところは1で立ち上がって引っ張り切って2にして、2でブレーキングしながらスーッと入ってくるんだよ。そうすると楽なんで、リズムが取れて、リズムが取れないんで、2で引っ張り切らないうちに3に入れちゃってるから、どうしても間をついたスピードで入ってきて2に落とすから、だからもっとブーンってギアを引っ張って2でつないでスーッと入ってきたらもっと楽なんだよ。もうリズムのたままスーッと入ってくるから、あとはここはもうアクセルコントロールだ。本日は日光宇都宮ですね、日光のスピードパーク、ここへ来ておりまして、本日はドライビングレッスンなるものをやってみたいとこのように思っております。それでですね、誰をこう連れてこようかと、一般から募集をしようかと、ちょっと可愛い女が来てなんだなこいつなんだなこいつ何やってんだよ、エロシャチですね、シャチを教えてみたいとこのように思っております。シャチを教えて、古舘一郎倒れたぞこういう感じでこいつを教えてですね、松原をやっつけようぞ、このように思っております。誰でも松原はやっつけられる、分かった。名前は的崎です。なかなかいいじゃねえか。ここが下手くそだな、あいつは。ちょっと止めてやるよ、あれこの野郎。まあいいか、まあ本人だからな。止まれ止まれ止まれ。あのだな、あそこの進入スピードはいいんだよな、はい、スーッと入ってアクセルオフでスーッと入るんだよ、進入スピード殺さねえで、はい、FF っていうのは。でスーッと来てクリップから立ち上がれるなと思った時にアクセルをスーッと入れていくんだよ、はい、なアクセルをブンって入れちゃうから、そこのところのおめえなんかだともうホイールスピンを起こしちゃってタイヤのグリップが路面からかけ離れちゃってんのな。アクセル入れることによって FF っていうのはアンダーになるんだから、もうどん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  外に膨らんでっちゃう。だからスーッと入って出るときには前へ引っ張り出すような感じのアクセルを入れてみろ、はい、な、いけ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 ー、サチ。よし、まあ下手くそじゃねえが、審判員選手交代。ほとんどこう大きい砂利、怖いですね、これ飛んできたら痛いですね、血が出ますね、歯茎から血が出ますとかそういう問題じゃないですけど、やっぱりね、路面ビューの低いこういったところで練習するのが一番いいわけですよ。車の動きなんかね、アンダーも出やすいしオーバーも出やすい、もうこういった路面が一番いいわけです。やはりこういうところで走って腕を磨く、これが最高の技術につながる、このように私は思います。それではですね、シャチにちょっとこのダートラコースを行ってみようか。どうだ、初めてのダートラのこういうダートラマシンというのは。なんか背が高いですね。でギャランが背が高いのか、椅子が背が高いんじゃないのかな。椅子が背が、日本語学校に通うか。いや紹介してやると日本語学校そうですか、どうもすいません。シートポジションが高いんだろ。高いですね、うん、これはやっぱりさ、サーキットなんかと比べて、サーキットっていうのはコースがあって、その脇からグリーンがあって、グリーンがあってガードレールがあるだろ、だから結構低いポジションでもコースが見えるわけだよ。ダートラっていうのはもう道から外れたらもうすぐクラッシュっていう、だから割とシートポジションを高めにして視界を見渡せるようにしてるんだよ。結構いい視界が得られるような。な、分かった。分かりました。さあ、それではウィーナーシャチ君、
ダートラのチャンピオンシャチ君にインタビューです。難しいです。皆さんこの汗をご覧いただけるでしょうか。この汗難しいか。難しいですね。なんであそこのところでこうビューッとケツが出た時にスピンしただろ、ハーフスピンが、あの時にそのブンとアクセル踏んでケツが出ただろ、それをどうして他のコーナーでやらねえんだよ。やり1回だけなんだよな、できたのが、だからスピンしたって何したっていいんだよ。ほんなら競技でも何でもねえわけ、タイムを測ってるわけでも、楽しめばいい、車って楽しいもんだって分かってんのかおめえ。分かりましたな、はい、ブーンとアクセル入れてスピンしたって危なくねえところでスピンするのに土手の下へ落っこちなきゃいいんだよ。あ、はい、また分かりました。もうちょっとこう遊べ車を、ところ変わって福島県恵比寿サーキット。それではですね、ここは福島県にあります恵比寿サーキットですね。東北サファリパークの中にあって、ライオンがそこら中にいるというそういう中にサーキットがある。そこで今日はちょっと走ってみたいと思います。これは新しい SX180 SX ではありません、 SX です。これでちょっとね、あいにく雨になっちゃったんだけれども、まあしょうがない、雨もまた楽しいであろうと。でまたこの新しいグランプリヨーロッパ M3 だから、まあなんとかなるであろうと。でこちらはですね、 A92 ですね、ブラックレビン、これ限定販売でしたっけ。そうですよね。これで行ってみたいと思います。タイヤがファルケンでしたっけ。なかなか水はけも良さそうなタイヤですので、頑張っていけるような気がしますね。これで今日はちょっと2台で走りまして、皆さんにご披露したいと思いますので、 SX がいかに走れるか、雨の中ですね、 FF と FR です。これで行ってみたいと思います。ではこれ延長戦にないよ、これ延長戦、延長戦、延長戦。新しいヘルメットも作ったし似てるでしょ。車までコピーすることだったらヘルメットまでコピーしてきゃだけど、この腹だけはコピーできる。延長戦面白いじゃないか、面白いじゃないか。シャチやるかな。お前元気だよね。俺は今回考えた、よし、こんなはずじゃなかったって打ち合わせなかったんだから、これおかしいよね。だから今日は俺はだね、 SX180 テストにしてた。あれ俺は前回こいつに負けじゃない、負けじゃない、もう86じゃ勝てないからね。180をもう持ち出した。こいつは280馬力もある。俺の155馬力でそれてとここんな感じだったわけ。これはないと思って、いくらなんでもかわいそうだ。だから280馬力対俺は SX の195馬力、これで今日は行ってみたい。いいかな。なんであいつは遅いな、本当に。スピンした、スピンした、見せてやろう。俺スピンしてる。おお、追いついてきた、追いついてきた、追いついてきた。バカ、ほんとバカだよこいつ。おっと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 、おや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 、甘いんだよバカ野郎。またスピンすんだ。みんなが、ああ腹が痛いよ。バカなやつだなあいつ。
おかしくてダメだよ、走れねえよこんなの。車はパワーどうしじゃねえな。コーナーが右コーナーがあるんだけど、彼はどういうわけか自分で道を作ってしまう。道は右に曲がってしかし彼はまっすぐ行ってしまう。いやちょっとしょうがないから、ダート走りたくなったから、しょうがないから俺は直線でまた360度180度U ターンして彼のまっすぐ行った道の奇跡を俺は追いかけて、こういうカメラ的なセンスを俺は持ってる。では晴れたのでタイプ D を履いて、もう一回やりますか。よしよし、またやって、いや怖い怖い、また皆さんを楽しませましょう。ここであんまり話したらかわいそうだよな。タイプ D 入ってたもんだ、あいつは。こんな怖いぜ。それで、いや、ちぎられちゃったら、まだまだグリップしません。かわいそうよ。タイプ D したらいいけど。じゃあ待ってるか。あらららららら。得意のダート走行です。またたこってるよ、あいつ。今のヘアピンで。まだ待ってます。また嫌がってもらえるのか。はい、ここでブレーキング。とりあえず松原くんは今第一ヘアピンでスピンをしまして、アウトに払って S 字に乗り上げて、解説切りだぜ松原。パーアクセル。ここでおめえはダントツで離れちゃうんだよな。ヒュッヒュッヒュッとか言って。ねえな、やっぱ。よいしょ。3、2。まあ、ここの直線で抜かれちゃうんだよな、松原に。うん、まあでもそれは我慢だな。俺、来た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 、直線だけは楽だな。先に行かしてやるか。ほれ、おめえタイプで入ってんだぞ、バカ野郎。よいしょっと。もう何やってんだよ。早めのブレーキング嫌になっちゃうな。来てるか来てるか、うん、来た来た。いやこの辺で少し痩せませんよ。うわー見えねえな。いや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 、おい、先に行け。ちょっとハンディを取ってやるか。ハンディを。さあ。どうしたどうしたどうした。最後の週まで。うれうれ。頑張って。行けったらうれ。うれいけいけいけと言っております。プシュ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 なんつってる。あおるか。うれ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 。直線だけ早く立ってしょうがねえだぞ松原。上りです。ここから平らになります。ここがエビスサーキットです。ここで追いつきました。ほれ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 、長すぎると立ち上がりで置いていかれるという事実ですね。これがしてくんだろう。よし、バレチェックアップだと少しだ。頑張れよな。行くんだ。おい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 。松原。ああ、抜かれ。頑張れ。ああ、おかしい。変なやつ。そこでですね、なんとソルトレイクへ。直線だったらいいんじゃねえかなと思うよ。ね。というわけで、めでたしめでたし、松原の2勝。ん？松原がボンネビルへ行くって？次号、怒涛の第6号は9月頃発売予定。
ー